い、皆様お待たせいたしました。本日は LG 2015シーズン2ファイナルの模様をお送りしております。いやー、2戦目もすごいゲームでしたね。いや、かなりこう手堅いゲームをランページが行いましたよね。いやー、ちょっとこうジャングラーが1人変わるだけであれだけこうチームスタイル全体が変わるというのは、まあ、分かってはいたんですが、あれほどまでとはちょっと思いませんでしたね。別のチームを見てるようでしたね。まるで本当にそんな感じでしたよね。まあ、5人中4人は同じメンバーなんですが、1人違う、しかもまあ重要なジャングラーというポジションなんですが、それでもあれだけ変化するとは思いませんでしたね。どうですか、2戦目見て。そうですね、1戦目とは逆の立場でしたね。ランページ側としては、耐える構成でしたし、逆にフォーカスミング側としてはどちらかというと序盤からリードを作って攻めていく構成だったわけなんですけども、ランページ側としてはローテーションチャンピオンの、動かし方をしっかりと割り当てて、レートゲームまでうまくつなげていたので、まあ、そうですね、フォーカスミング側は、ミッドゲームで、序盤から、有利を作っていく構成、そして逆に、後半に、有利を作る構成、まあ、2つ試したわけなんですけど、ちょっと今回、2敗している状態ですね。この状態で、まあ、どういった、まあ、ピックが、されるのかなというところが注目点かと思いますね。オゾンランページのあのローテーションのうまさはどこから来てるんですかね。そうですね僕がいた時にはあそこまで上手ではなかったと思うんですけどやはりそうですね、韓国コーチであったりそういったところが大きいのかなと思いますね。さあ、バーンドピック見ていきましょう。今度は入れ替わりまして、ブルーサイドデトネーションカースにパープルサイドオゾンランページですね。そして今回オゾンランページはドート選手をジャングラーとして、また変えてますね。ここ面白いのはレッドサイドはドード選手でブルーサイドはシャフト選手という決め事があるかのような変え方ですよね。あ、なるほど。ここはドラフトのところでもしかしたら影響している、もしくは、まあ、マップでブルーサイドとレッドサイドでそれぞれ動き方を変えているということもあるかもしれないですね。新しい戦術という形ですかね。そういう風に言えると思いますね。アニー、ヘカリム、フィズ、フィズオーダーアミューズ選手は何でもバンされますねそしてアーリア、アジール、ジャンナをバンし、ファーストピック、ランブル。そうですね、ヘカリムとフィズというチャンピオンをバンして、まあそうですね、やはり取ってくるのはランブルですよね。まあやはりバン枠が足りないというところと、まあどうしても、アミューズ選手にランブルを渡したくないというところで、ランブルを FP したんだと思いますね、やはり。そして、まあ、外国旗ですかね、チラッと見せましたね。ここどうなんでしょう、ドード選手のスタイルというと、まあ、アーリーゲームからガンクをどん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 仕掛けていく、つまりは序盤から中盤にかけてパースパイクを迎えるようなチーム構成をもしかしたらここランページ取ってくるかもしれないですよね。ここドラフトのところ注目ポイントだと思いますね。そういう意味で後期はやはり先ほども言われた通りやっぱり中盤から。そうですね、そして、1戦目ではランブルと後期をフォーカス右側としては、固めて取っていたわけなんですけども、ここは、ミッドゲームで後期で耐えて、そしてビクターであったりそういったチャンピオンにつなげていくという形のピックになってますよね。ここさあ、画面にはボンジン選手とアストラル選手とセロス選手です。ちなみに少しちらっと聞いたんですけれども、ユタポン選手のですねお母さんがかなりユタポン選手のファンということでライブで見ているかもしれないということも、ね、おっしゃってます。いいですね、まあ、母親であったり父親であったり、まあ、家族がそのプレイヤーの一番のファンというのはなかなかいいですよね。さあ、レクサイト・グレイブス、同じような形の取り方をしてきましたね。そうですね、まあ、1戦目と同じような形で後期に対するカウンターとしてのグレイブスをピックして、そうですね、さらに、ランブルと組み合わせて、まあ、序盤からレーニングからどんどんアドバンテージを作って、ミートゲームからスノーボールしていこうっていう形が見えますよね。ここから今ユタポン選手の話をしたらユタポン選手が映ってますねさあ、ミッドゲーム狙い、それに対して何を取るのか、クラガス魔王界、こう見るとすごい強そうというイメージしか。ああ、ロックしましたね。僕の感想ではすごい構成が強そうという
純粋な感想なんですけど、どうなんですかこの流れは。そうですね、トップレーン自体もランブルに対して魔王界はウェーブクリア能力って非常に高いので、基本的にはどういったチャンピオンが来ても、イーブンファーム以上のことはできるかなと思いますね。まあ、フィズだけはかなりちょっと厳しいピックになってくるんですけども、それ以外であればどういったチャンピオンであっても、高いウェーブクリアを生かして、ファームすることができますし、さらにそこにもう一人短期ジャングラーであるグラガスを持ってきてますよね。取り方的にバーンピックの流れ的にはどうなんですか。そうですね、まあ、ランページは、ここのところ、まあ、グラガスは敵を分散させることもできます。さらには、まあ、コウキとビクターといったところ単体のバーストがあります。そして敵を捕まえる能力の高い魔王界、1人捕まえる能力が非常に高いですから、こう単体のターゲットダメージ CC といったところが豊富な形になっていますね。おー、ジリアン、いやー確か 5.12 ぐらいで変わったんですよね。ですね、こう QOL と言われるようなこう操作精度のところをバフされたチャンピオンですね。そしてバード、双方ともにちょっと珍しいチャンピオンが出てきましたよね。これはレボルさんのマジカルジャーニーが聞けるんですねかもしれないですが、ここまずジリンのピックの意図だと思うんですが、少数戦のところジリンがいるときは非常に強くなるんですよね。なんといっても、まあ、ウルトによる復活の能力がありますから、さらに1人増えるような形になると思います。疑似的な人数差をジリンは作り出せるわけですよね。フォーカスミーとしてはそういった少数戦のところをかなり意識したピックをここまで続けているような印象がありますね。青鷹さんはどうですか。そうですね、まあ、バード、いやただそうですね、ジリアンというのがやはりなかなか見ないチャンピオンで、そうですね、変更されてからも、そうですね、競技シーンで見ること自体がもう全くないチャンピオンなので、ほんでちょっと未知数ですね、どれだけのポテンシャルがあるかというのは。一応ソロ級でも何度かピックされてるシーンは見たことがあるんですが、サポートが多いですよね。ミッドレーンでのピックはあまりないですから、ここミッドのこう リメイクに近い形されたジリンがどういったパフォーマンスを見せられるのか、ちょっと楽しみではありますよね。ちなみに火力的には出るんですか。そうですね、まあ、以前ほどではないと思うんですが、まあ、あとはやはりウルトの AP レートっていうのが非常に高いので、まあ、やはりレートゲーム志向にはなってくるかなとは思うんですね。なるほど。ただあれですよね、スタンさるんですよね。爆弾を2個重ねた場合が AOE のスターンになりますね。ですよね。ただちょっと一発目の、ね、ダメージ、そのスターンを当てるのが非常に難しくなったんですよね。対象指定ではなくて1指定になったので、そこの、まあ、スキルショットの精度の高さといったところを求められると思います。やはりダメージソース、ミッドレーナーとして見たときにやはりダメージソースというのは非常に重要なんですが、爆弾の能力しかダメージソースしかないといったところが一つネックだと思います。ですからダメージソースとして見たときにミッドゲームがピーク、ただサポートとして見たときにやはり高いウルトの AP レシオを生かしたレイトゲームのサポートといったような一つこう時間帯によって役割が変わってくるようなチャンピオンになっていると言えると思いますね。さあ、そしてチーム構成出揃いました。各チームの狙い教えていただけますか。フォーカスミアはやはり中盤に寄っているようなピックになっていると思いますね。ランブルのウルトのダメージはやはり中盤非常に強力ですし、グレイブスもまあ中盤非常に強力です。そしてダメージディーラーとして見た時のジリンはミッドゲーム非常に強力ですから、フォーカスミアはミッドゲームのところで少数戦であったり集団戦を起こしていって有利を取っていこうというような構成になっていると言えると思います。一方のランページは、まあ、中盤は後期やグラガスが支えつつもレートゲーム志向といえるような構成になっていると言えると思いますね。さらには、まあ、少数戦もかなり得意なピックになっていると思います。魔王界やグラガスの、まあ、単体を捕まえ能力の高いチャンピオンが2人いつつ、なおかつ魔王界のウルトもフロントラインとして強力ですね。さらにはビクターと後期の単体のダメージの高さ、それを補助するような形でバードが動き回るような形になると思いますから、ランページとしては中盤は少数戦、レートゲームは集団戦というような形で、戦い方が変わるような構成になっていると言えると思います。そうですね、そしてランページ側としては、もう高 AP ですね、チーム全体としての AP 構成になっていますので、まあ、ただ、FM 側としても特に硬いチャンピオンというのがレクサイだけですかね、まあ、あとはランベルが例えば、ハンティングガイスを買った後にアビサルセプターからクリスタルセプターに行って短期なビルドにすることで、まあ、疑似タンク的な役割をするのも面白いかもしれないですね。そこにジリアンのウルトが加わるっていうのも、まあ、面白いかもしれないですね。さあ、
どういったゲームになるのか、保存ランページは3立てで決めるのか、かなり今勢いに乗っていますからね。画面でもね、選手の顔映ってましたけど、かなりリラックスしましたね。さあマッチアップ見ていきましょう。トップレーン、まあ、魔王界自体はやはりどのチャンピオンが来ても基本的にはファームできるんですが、まあ、レーニング自体はやはり厳しいですよね、ランブルに対しては。さあジャングル、まあ、そしてグラガス、レクサイということでティア1ジャングラーを両方取って、そうですね、ミッドゲームパワースパイクを迎えるのがフォーカス右側なので、まあ、レクサイの方がどちらかというと仕掛けていきたいですよね。そしてミッドレーン、まあ、おそらく両方ともに、ウェーブクリア能力が非常に高いので、どちらが有利を取るということはなく、まあ、お互いにウェーブクリアをし合うという形になるかと思います。エリキャリー、そしてグレイブス、コーキ、まあ、1戦目もなんですがグレイブスをおそらくコーキとしてのコーキに対するカウンターピックとしてピックしてますね。ラストサポート、そしてバードですね、バードと、ジリーンということで、まあ、3戦目初めてのチャンピオンが出てきましたね。LGL2015 シーズン2決勝戦、オゾンランページ VS デトネーションフォーカスミーの第3ゲーム見ていきましょう。アイテムの買い方で一つ面白いのが、はい、セロ選手、まずは、まあ、フラスコを買っているというところもありますが、トリンケットを赤にしていますね。これはつまりレーニングのところからミッド周辺の敵のワードを消していって、ジャングラーの圧力、アスタロ選手のガンクのミッドレーンへの圧力といったものを高めていこうというような狙いがあるかもしれないんですが、ただセロ選手の場合、一度こういった形でレベル1から赤トリンケットを買うことは一度あったんですが、リコールして黄色トリンケットを買い直すということもありましたから、ちょっとまだ読めないですね。しかも開幕のワード壊してリコールして赤トリンケット売りましたからで黄色トリンケットに持ち替えてレーンに戻るっていう、ちょっとまあ面白い動きをすることも考えられますよね。さあジャングラーはトップサイドスタートとボットサイドスタートという流れですか。そして今壊そうという、あ、ここのアメス選手のファームを取ろうといった動きをしましたね。そしてできれば魔王界のやはり、まあ、こういった形でのレベル1は止めたいところではあったかと思うんですけども、そうですね、ここはうまく決められてしまいましたね。特にまあインベードすることもフォーカス右側としてはなかったですね。今回初めてランページはジャングラーとトップレーナーが分かれてファームスタートしましたね。今回グラガサボットレーンからグロンプリージョンを受けた形で始めましたね。ここ例えばランブルとマオカイのマッチアップの時にマオカイが、まあ、テレポートせずにレーンに座って、ドランズリング分のお金を貯めて、で戻ってドランズリングを2つにした状態でテレポートでトップに戻るというようなレーニングも多々見られるんですが、今回はそういった選択しませんでしたね。あとセロス選手が赤トリンケットを取ったということで、そうですね、低選手のワードをおそらく潰したい、まあ、もしくはジャングラーのワードを潰したいということで、まあ、ミッドのビジョンっていうのをまあお互いになくして、そうですね、少数戦っていうのをまあ先ほどレボルさんも言っておられたと思うんですけども、そういったのをどんどん仕掛けていきたいのかなとは思いますね。ということはつまりアスタロール選手がかなり早めに動くと。そうですね、まあ、お互いそうですね、FM 側もセロス選手が、黄色トリンケットを持っているわけではないので、お互いミッド周辺のビジョンというのはどちらかというと、まあ見えない状態、甘い状態にはなりますから、まあちょっと不確定な集団戦であったり、ですかね、小さな集団戦というのは起きやすいかもしれないですね、今までと比べて。そうなった場合どちらのチームが有利なんですか。そうですね、まあ、ウルトを持っている状況、つまり互いにレベル6の状況であれば、ジリン そのウルトっていうのはかなり強力、少数戦等でかなり強力ですから、フォーカス右側の方が有利になると思います。ちょっと面白いのが CS 差をかなりつけてますね、この段階で。おお、リコールしてますね、しかも。あ、一度やめましたか。そしてビクターとしては、あとはやはり X コアをアップグレードするまではウェーブクリアの能力というのはそこまで高くないので、そうですね、セロス選手との側としてはひたすら、ウェーブクリアをして敵にどんどん押し付けていって CS 差をつけていこうという考えではないかなと思います。さあロケには動いている、フック、フック、フック、フラッシュ。
今のところはそのミッドのマッチアップのところで有利を生かしてグレーブスがボットレーンプッシュした後スレッシュがミッドにロームしてかなり、テイ選手に圧力をかけるのを狙っているような動きチーム全体からフォーカス見受けられますね。さあミッドレーンから一つということですがボットをフック決めていくイグナイトフラッシュを切りましたがここは追撃は無理にはしない。おおファーストラウンドフラッシュインのデフォルトアタックで到達していたロケニア選手のキル。そうですここまで1戦目と同じような流れになってますよね。ボットレーンで1キルを取って、まあ、ただ、1戦目の場合はイブリーンでボットレーンでカムバックすることができたんですけどもここでさらにどんどんスノーボールしていかれるとランページ側としては非常に苦しい展開になってきますね。さあそしてロケニア選手ファーストリコール購入したのはモビリティですね。いわゆる極地と呼ばれるもの狙いとしてはこのロームが得意になるんですよね。極地を買うことによってこういった形でトップレーンに向かったりすることによってこうサポートスレッシュによるガンクの圧力といったものを生み出そうとしてますね。まあ、そしてそうですね1度目のミッドのロームミッドへのロームでテイ選手のフラッシュが落ちてますので、まあ、そういったところへのガンク再びのガンクも含めてやはりそうですねキルを取ったことですしそのゴールドを、モビリティに当てているのかなと思いますね。さあロケニア選手いきなり動いてますか。ただこれオザンランページバースサイドも気づいてますかね。ボットレーンにスレッシュがずっと現れていないこともあってかなり警戒した動き隠れな続けていますね。今これで見つけましたね。ピンがお互いになっています。さあもう一度ミッドレーン圧力を作ろうという動き3人で囲っている。さあ入ったモビリティからフック。おーテイ選手うまく避けてきますね。そしてミッドにスレッシュが現れた瞬間にボットレーンダメージトレード仕掛けに来ましたね。さあそしてそのダメージトレードでものすごい量を与える。そしてきっちりワードを置いている。この辺ボットレーンのコントロールランページ側はうまく活かして、ミッドの、ボットのマッチアップのところ不利を返そうとなんとか仕掛けていってますね。トップレーンなんですけどすごいことになってますね。そうですね、まあ、堂々選手がかなりトップにプレッシャーをかけているというのもあったんですがそれでもかなりそうですもうすでに1キル分の CS というのを開いてますのでそうですね、ランブルはミッドゲームにパワースパイクを、まあ、持ってきたいチャンピオンではあるんですけども少し遅れますね。さあフックから入って打ち上げていくからテレポートそれはフラッシュで逃げますがメロメロ選手ダブルで追撃そして2キル持っていくらオゾンランページここにボンジー選手もテレポートで来てイコライザーただ2分4そしてドードのウルトラディスエンゲージサイレンス状態でスキルは回せない2キル持っていくのオゾンランページまたしてもアミューズ選手のテレポートボンジン選手のテレポートがちょっと遅れてしまいましたよね。先に飛ぶことができればカウンターでこのランブルのウルトの能力を生かしてボットレーン逆転することが可能だったと思うんですがアミューズ選手の方が先についたというのがかなり大きく影響しました ね。 そうですね常にテレポートが先手先手という形にアミューズ選手の方がなっていますのでそれがかなりボットレーの戦いだったりそういったところの勝敗を分けてますね。あのテレポートをあれだけこう早くする何かコツというかあるんですかね。そうですね、まあ、トップがやはりアミューズ選手が押して常に押しているというのもあると思うんですがチーム内でのやはりコミュニケーションというのは、テレポートで飛ぶ際非常に重要になってきますので、まあ、そういったところが、うまくコミュニケーションを取れているのではないかなと思いますね。コミュニケーションを取れているいやものすごい連携力ですねオゾンランページ素晴らしいですね。隙があるんでしょうかこのチームはどうなんでしょう、まあ1戦目3戦目立て続きにボットレーンはレーニングのところで一つ最初負けてますからそこは一つ狙いどころではあると思うんですがここですよね仕掛けていってますね積極的に当てますねロクニア選手。さあミッドレーンでもセロス選手はウルトを使ってテイ選手は一度落とし切りましたがやはりこう爆弾の2つ目を当てるのがかなり難しそうですよね。これを以前であれば対象してそしてレンジが長かったというのもあって、ダメージを取ると勝っていたんですがちょっと勝てそうにはないですね。ウェーブクリアに使ってますね。
先ほどまで、最初のレーニングのところではCS の差有利作っていたんですが、いつまでか逆転並ばれるような形になってますからね。さあ現在ゲーム時間9分15秒ですね。1000ゴールド差の有利をつけているのはオゾンランページ。ここからどういった展開が予測されますかね。そうですね、まあ、どちらかというとランページの方がレートゲーム志向ということであったんですが、まあ、ボットレーンでカウンターピックを、ランページ側が受けたわけであるんですけども、それでも、グローバルゴールドも、ランページ側が有利を取ってますし、これであれば例えば、ミッドゲームのドラゴンファイトであったり、そういったところを、仕掛けていくこともランページ側から仕掛けていくことも可能になってくるかなと思います。さあランページ側からも仕掛けられる、その通り仕掛けた、マジックルチャレンジ入ってくる、ウェタポン選手うまく避けて、イルドードがここに来てロング、あーっとウルトレ、これは助けた形になってしまった。珍しくドード選手がミスったような形ですかね。アストロ選手フラッシュもなかったわけですから、ちょっとドード選手のウルトのミスというような形でしたね。ただしフォーカスの合わせ方が非常にうまいですね。ランページしっかりとロケニア選手であったりといったところをしっかりと合わせていましたね。さあ予想通り仕掛けてきましたね。あでミッドはやはり、まあ、お互いこうプッシュし合う形におそらくなりますよね。X コアアップグレードしたビクターであればウェブクリアをするのはやはり一瞬だと思いますし、今逆にそれはセロス選手が釣っているジェリアも同じですよね。さあそしてドラゴンもフリーですね。さあフリードラゴン、ファーストドラゴン取っていくのはオゾンランページ。ただウェブクリアをお互いするとなるとマナ的にジリアンの方がちょっと厳しいかなといった印象も受けるんですが、まあ、ただティアであったり、そうですね、モレローだと思うんですが、それにつなげるためにマナーっていうのは非常に多く、まあ、あとはフラスコもありますので、まあ、そこまで、まあ、厳しいということもないのかなとは思いますね。あ、なるほど。今見ている限りはミッドレーンはじゃあトントンでこのままウェブクリア同士でいくだろうと。そうですね、ここまでのところアストロ選手がこう積極的な、おっとボックスにフィレイで無理やり入れてバースト。さあここにドードが来るぞ。さあどうするのか、マジカルジャーニーでなら一定スタンをうまく狙うように2人をかごうとしたが、ロケニア選手がフレイでカバー、かぶらない動きをしていく、このコンビネーションロケニア選手、まあ、ジャングラーの時もかなり積極的なジャングラーだったなという印象はあるんですが、サポートでも、そして今回、試合を動かすことのできるスレッシュというチャンピオンをピックした上でしっかりとボットレーン有利作り出していますね。非常に素晴らしいプレーを続けてますね。ヒル、そして CS もかなり離れてますよね。さあ入っていきましたがフラッシュ切りましたね。まあ、そうです。1戦目はそうです、ね、ボットレーンでキルが発生した際に、まあうまくランページ側のボットレーンがカムバックした形ではあったんですけど、ここでボットでどんどんスノーボール今されている状態ですね。ここがちょっと1戦目と違う状態ですね。おっとアネ選手捕まった、イコライザーいい形で逃げれないぞ。スネアを打ちましたが打ち上げてフレイ、これはフラッシュを切りましたが、フックはミニオンからのバードのウルトはフラッシュ、いや避けている、止まらないがタワー下アミューズ硬い、硬すぎる。さあただセロス選手が寄っていたぞ、スタンを決めて打ち上げ、セロス選手のキル、デトネーションフォーカスミ1キルゲット、どうぞフラッシュを切ったがうまく当たるな、ここもいやナイス穴と言うべきでしょうか、うまく逃げ切りましたね。トンネル、ナイストンネル、一瞬の攻防、ただあれだけのヘルスになってアメ選手普通にレーンに居座るんですね今までのところでこうアストロ選手、レクサイがこうガンクといったところを成功させていませんでしたよね。フラッシュを落とすことはできたりはしていましたが、キルといったところにつなげることができていなかった。今回つなげることができて、トップのカバーまで成功するかと思ったんですが、ランページの見事なカウンターでそこまではいっていないですよね。ですからトップのガンクに成功しましたが、こうトップのマッチアップのところに影響を与えるような形ができていないということを考えると、まだフォーカスミーは、まあ、ちょっとうまくトップに関してはうまくいっていないなという感じはしますね。そうですね、通常であればソーサラを買いたいところであるんですが、マーキュリーという形でかなりディフェンシブなビルドにもなってますよね。まあ、ランページ側としては、実用4人5人ですかね、マジックダメージにかなり偏ってますので、まあ、エフェクティブではあるんですが、そうですね、まあ、ちょっとミッドゲームのダメージというのは落ちますよね、通常のビルドよりも。
落ちた際、いわゆるそうなった場合ウルトですよね。そうですね、やっぱりいっぱい大きいのがウルトのダメージですよね。それが中盤のチームファイトでソーサラー、そしてハウンティングアイスを持った時のダメージっていうのが出ないので、そこまで大きなインパクトっていうのがミッドゲームで、今の状態のランブルでは出ないんですね。そしてもう一度ボットレーンへ仕掛けていこうというドード選手ですが、分かってますね、ミッドレーンでもアストラル選手が仕掛けましたが、ここはテイ選手は綺麗に避けていると。おっと、今度は3人、これは誘っているような、これロケニア選手ターゲットしてますかね。さらにはビクターが寄れるような形で言ってますね。あー、ただバレてますか。ああいうのってなんでわかるんですか。そうですね、やはり姿が見えていないので、基本的には空いた形で視界がないビジョンに行くのはかなり怖いですね。まあ、スレッシュということでランタンで今回見ることができたんですが、他のチャンピオンだとかなりあそこにフェイスチェックするのは怖いですね。もう経験なんですかね。そうですね、やはり長時間見えていないとどうしてもああいった形のパッシブプレーにはなりますね。おお、取りましたね、選手。素晴らしいレーザーで大きいレースを渡さないことに成功。トップのヘルサーがどん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 ついていますし、 CS さんもどんどん広がっていってますね。なんで回復するんですか。まあ、まずは魔王界のパッシブがありますよね。いや、分かってますけどアミューズ選手はなんで回復するんですかってことを聞いてるんですよ。多分ですけど、はい、ダメージを受けてないんですよね、ランブルからの。ですからこう受ける量よりも回復量の方が上回って、いつの間にか先ほど眼光受けてからトップ返ってないにもかかわらずヘルスがマックスの状態になるということだと思いますが。そしてアミューズ選手もうグローリーができてますね。この選手、いや、このプレイヤーを止める術はあるのか。ちょっと 1V1 で止めるのはなかなか難しそうですね。まあ、スワップといったところが一つ方法にはなると思いますが、そして今回そのグロリを買ったといったところで、グロリを使ったエンゲージといったところはかなり強力になっていますよね。ですからテレポートを使ってグロリのアクティブを使って少数戦を起こしていくというような主導権といったところはランページ持っているのかなという感じがしますね。さあ、主導権を持っている状況か。セカンダリードラゴンは無理はしませんか。ボットレーンのところかなりグレーブス側が勝っているといったところもありますから、いかにトリニティフォースを持った攻撃というよりちょっと辛いということかもしれないですね。まあ、ただおそらく先に飛んでくるのはやはり魔王界になると思いますので。おっと、ただそうですね、あ、先に飛んだのはボンジー選手の5分か。メロメロ選手が捕まった。おー、ナイスバードのウルト助けた。ユタポン動けず、ただドード切る、ドードがデッド。アミューズ選手もテレポートでは飛んできましたが、いや、ただ硬い、減らない、回復している、むしろなんという性能。さあ、ドラゴン、そして取ってフック、テイ選手が今度は捕まった。デトネーションをかすみにキルゲット、そしてセラス選手フラッシュイン。さあ、仕掛けていきますが、メロメロン選手は逃げる。ああ、ここもスタン、ジリアン効いてますね。効いてますけど、ジリンのあのスタンってあんなに入るもんなんですかね。ちょっと僕びっくりしましたが、ダブルスタンで とにかくテイ選手に当てたのが本当に大きかったと思いますね。さらには今回はテレポート先に、フォーカスミー側が飛べたというのが本当に大きかったと言えると思いますね。そうですね、通常であれば魔王界がやはりダブルのスネアを持ってますので、まあ、それが怖くて基本であれば、ランブルが先に飛ぶことっては難しかったんですけども、まあ、逆にも、まあ、ウェーブであったりそういったものを捨ててボンジー選手先に飛びましたよね今回は。あ、びっくりですね。あ、メロン選手、まあ、ユタポン選手をうまく止めてはいたんですけども、それでも、もうすでに、一発とおそらくスキルですかね、スキルであれだけもう攻撃が戦えない状態になってますので、そうですね、あそこでやはりフックを食らってしまったというのが、まあ、厳しかったですよね、ランページ側としては。ダブルスタンなんですね。しかもそこにしっかりとロキニア選手フォローアップ CC つなげるような形できてますからね。あ、これフラッシュしてもう一回狙いに行ったんですか。
いやこんなにマッチするとはちょっと思いませんでしたけど、思いませんでしたね。今のところ、まあ、やはり AD キャリアを先に戦えない状態にしたというのは本当に大きかったと思いますね。そしてそこからまあ少数戦が非常に強力なフォーカスミの構成、しっかりと生きるような形になってましたね。でボットレーンの有利をこのまま全体に波及させたというような戦い方フォーカスミできました。ここからどれだけこうマップ全体に圧力をかけてタワーを取っていくのかが重要になってくると思いますね。そうですね、ドラゴンファイトが始まる前でさえ厳しかったボットレーンというのはさらに厳しい状態に今なってますね。トップレーンは逆にまあフォーカスミ側が負けている状態ではあるんですが、そうですね、1戦目とは違い、ボットからのスノーボールというのが現時点ではできてますよね、フォーカスミ側。さあボットレーンはデレーションフォーカスミ側がスノーボール中という、これを継続していきたいと。そうですね、できればボットから、仕掛けていってで、金銭さんっていうのを開いて広げていきたいですね。それに対してのオゾンランページはただトップレーンには行かないですね、ドド選手。そうですね、おっとただマジカルジャーニーからロケニアフレイボックス、そしてウタポのファースト、ここにアスタロール打ち上げている。ドードが助けられたような形だがダーラ選手が捕まって、そーっとウルトの後のフックはここは決まらない。フラッシュとシルドタックルを使って逃げていく。そしてセロス選手の爆弾でメロメロン選手ダウン、2キルゲットデトネーションカスミ寄っていたセロス。ランページとしてはボットレーンのところ、まあ、有利を取り返したかったと思うんですが、ちょっとカウンターをしっかりと決められてしまいましたよね。さらには奥の視界もない状況で入ってしまった。ランタンフックいやただ遠い殴っている。ロケニアミッドレーンと1対1をやっている。テイ選手フラッシュを切る形。そうですね、フォーカスミ側としては空いた形でチームファイトをどんどん押していきたいですよね。グレイブスというスキルファイターになりますので、例えばテイ選手であったりメロン選手に対してスキルを当てて戦えない状態にして、そこからチームファイトをどんどん進めていきたいという状態ですね。それに対してオゾンランページとしてはあまり集団戦をやりたくないと。そうですね、先ほどまでの状態であればまだ、まあ、うまく戦えれば、まだ反撃の目っていうのはあったのかなと思うんですが、そうです、先ほどのカウンターガンクをボットで食らってますので、この状態ではそうですね、耐えてなんとかレッドゲームまでつなげていきたいっていうところだと思いますね。さあそして耐えるような動きをしてくるのかオゾンランページ。さあちょっと個人金額見てみましょうかね。このようになってますね。ユタポン選手9200ゴールド、約3000ゴールド離れてますね。コアアイテム一つ分ですよね。メロメロン選手がここまで離されるのは珍しいですよね。初めて見ましたね今シーズンは。これはもうかなり影響すると言っても、いやそうですね、まあ、言うなら BT1 本分ほどそうですね離れてますので、チームファイトのダメージ量というのは現時点ではやはりランページ足りないですよね、おそらく。ただトップレーンではアミューズ選手が1200、1300ゴールド勝っていますね。そしてまあビルドをしているのが MR なので、あの状態ではグレイブスに対して全く効果がない状態のビルドなので、そうですね、有利、金銭的有利はあるんですが厳しいですね。さあイコライザー打っての集団戦になるかと思いきやなりませんでしたね。ただこれチェイスするのか、ジニーは MS バフがありますが、あ下がりましたね。ランページとしてちょっと辛いのは、この時間帯パースパイクを迎えているはずの後期が抑え込まれてしまっているので、ダメージソースがちょっと欠けているんですよね。まだテイ選手ダメージパッシブアイテム3段階目まで進化させてアビサルセプター買いましたが、まだこう単体でダメージを出し切るまでは育っていないといったところで、ランページとしてはどこでこう戦えば優位を取れるのかっていうところがちょっと作りづらくなってますね。先ほどのように人数差を生かして戦うしかないんですが、さあ今度はテレポーター選手もうすでに切っていますよ。おー止めたそして取った、いやーこれは出てるでしょうか、スミアスタロール選手がドラゴンをゲットしましたね。ランページはここミッドタワー欲しいですよね。欲しいがミニオンウェーブがここですね。
まあ、そしてウェーブクリアもやはり非常に高いので、まあ、厳しいですね、ミッドタワーをここで交換するのというのは。さあただダイブもありそうですね。かなり狙ってるような感じがしますね。グラガスのウルトがあれば、おっと入ったアミュー選手、あウルトがあれば、いやータックル決まった、ボックス置いてイコライザー、メロメロン選手ヒーロー使ってますがデッド、イグライドでデッド、ロゲネー選手、そしてタワーダイブ、これはちょっと無理やりすぎたが、オゾンランページ一気にデッドレッシュ、オーカスピンが3キルゲットしている。さあアミューズ選手、あここもロケリアのフック、1キルをもぎ取ろうとセロス選手に行きますが、トリプルキル持っていくのはユタポン、ユタポン選手真っ先にフォーカスされたんですが、すぐさまセロス選手がディリンのウルトを使って疑似的な人数差を作り出したと言えると思いますね。疑似的な人数差、つまりウルトで1人回復する、復活するわけですから、4人いるようなんですが実は5人いるような形になっていましたよね。そしてバロケット、あとやはりタワー下でああいった形でダイブをしても、例えばグラガスウルトがあれば、敵のバックラインっていうのをウルトで前に出して、タワー圏外で戦うことっていうのもできたかと思うんですが、グラガスもウルトが落ちていた状態で、ジリアンもウルトがあったので、ああいった形でダイブするというのはかなり厳しいですよね。ここからキルを取るというのは少し焦ってますかね。そうかもしれないですよね。中盤の本当理想的な展開であれば、いわゆるメロメロン選手がダメージを出せる時間帯という先ほどおっしゃってた話があったじゃないですか。でちょっと仕掛けづらいという展開から少し焦りという。そうです、まあ、先ほどのところドラゴンのところでこう敵をボットサイドに追い出すような動きができましたよね。そこからイカライザー積極的に打っていく、フレイいい、この中です、当てていくフック、ロケニア、そしてユタポンが料理。フォーカスミン、しっかりとスノーボールしきっていますね。この時間帯、パースパック的には全体的なダメージの面ではピークだと思うんですね。そのピークを生かして、おっとただダメージ、いやここはウルトで蘇ると、時を戻すそうと。そしてボットレーンでレクサイがダメージのクリアの重要なチャンピオンである後期を帰らせないようにしてますね。あこれは割れますね。さあインフィタとダウン、さらにはインフィタにももうすでに触っている。そしてアスタロール選手が完全にリコールを阻止しているような動きを見せて、インヒビターをゲットしたのはデトネーションフォーカスミー。そうですね、まあ、青海もそうですね、通常であれば、まあ、MR の状態でも十分、このビルドの状態でも十分硬いはずなんですけども、やはりボットレーンのイタポン選手グレイブスというのはかなり育ってますので、この状態では、まあ、タンクとしての役割というのも果たせないですよね。どこまで逆に装備が揃えばタンクとしてのこう性能を発揮できますか。そうですね、ユタポン選手が今だいたい3アイテム状態なので、まあ、フローズンハートでまあ十分硬いとは思うんですが、まあ、そこまではまあ遠いですね。さあそしてミッドレンジ当たっていたドードが狙われていたポン選手のキック、スレス選手は倒されましたが、ウルトで生き返るアミューズ選手、グローリーでヘルプに来てましたが捕まった。ロケニアが完全にボックスで閉じ込めてますが、アミューズ選手はそれでも関係がない。さあミッドタワーをゲットしたのはデトネーションオーカスミ、イコライザーが少し外れているような形になっている。テイ選手のナイスダブルによって逃げることには成功してますが、これ 4v5 ですか。ひょっとしてボットレーンでレクサイがスプリットプッシュしてましたね。 4v5 だけど1人生き返るから 5v6 ですか。そうですね簡単に言いましたねだってフルヘルスで生き返りましたよ、ユタポン選手、セロ選手自身も。あセロ選手、はい、そういったところこう少数戦を繰り返すような形だと非常に強いですよね。さあミュー選手スネアからザラ選手ダブルスタンを決めていく、どうどうこれはタックルを決めてウタポンを捕まえた、育っているウタポンをようやく捕まえた、シャットダウン。さあオゾンランページチェイスできるか、前に出れるか、いやこの爆弾前に出れないですね。そうですね、ただここでオツインヒビター、そしてドラゴン、サードドラゴンですね。そしてまあ次はまあボットのインヒビターに来るわけなので、3インヒビターダウンで、まあ、あとはネクサスに仕掛けるだけかなと思いますね、 FM 側としては。確かジリアンのちなみに Q のあの爆弾って
設置型じゃないですか。あの中央にある変な模様に途中から触れても自分にくっつくんですよね。くっつきますね。まあ、あの範囲の、AOE のダメージの範囲と、まあ、設置する範囲と接着する範囲といったところ2段階に分かれていますね。まあ、ですから、まあ、見事に前出れないような形になってましたね。そしてこの時間帯非常にダメージが出る装備になってますよね。もうボイドスタッフまで完成しているといったところを見ると、まあ、ダメージスキル1つしかないんですが、おっと赤赤これはミスじゃないですか。赤バフを取ってしまったというべきでしょうね。これはこれはちょっとコミュニケーションミスのような感じがしますね。さあ、オドンランページを入る形来ないと判断して3スタック目のドラゴンを落としてたとか、この構成ドラゴン3スタックどう影響しますかね。やはりこうバックラインに入ってくる敵の、そうですね、魔王界のカイトであったり、まあ、グレイブズがその集団戦のところのパフォーマンスがかなり上がると言えると思いますね。さらにはこう5ドラゴンといったところの布石にもなりますから、フォーカスミーとしてはうまくコントロールできていると言えると思いますね。そうですね、あとグレイブスが妖夢をビルドしてますので、ムーブスピードというのも、数秒間の間ですが非常に高くなりますので、まあ、回転具、まあ、グレイブスを捕まえるというのはかなり難しいですよね。あ、より捕まりづらくなったと。さらに捕まえたとしてもこの瀬戸選手のウルトがありますからね。このキャリー陣を潰すのはランページ非常に難しいような状況になってますね。あとはトップとミッドのスーパーミニオンが来るのを、そうですね、しばらく待つだけですね。あたりに行ったアミューズ選手、アストロズ選手を狙いに行く。イコライザー後衛陣には少し当たっていない。ナイス、ドードのウルトでばらけさしたアミューズが、さらにダラのウルトで無敵状況下だが、ドードが一気に溶けた。火力が高い、ユタポンの火力がおかしい。ダブルキル持っていってからのセロスの爆弾のダスター。さあ3キル、キル、さあこれはもうメロメロ選手逃げるしかない。フレイ、さあネクサスタワーなんという火力。さあ三立ては許さない。デトネーションフォーカスミー意地を見せて3試合目勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。いやー、ジリアンでしたね。ジリアンでしたね。あそこまでスキルショットの精度の高さ、そして、まあ、パワースパイクを生かしたこのダメージの出し方、集団戦でのゾーニング、見事な運用方法だったと思いますね。まあ、そして1戦目とは逆の展開になりましたよね。まあ、1戦目では、まあ、両方とも、まあ、同じ状況だったんですが、アミューズ選手がトップからボットにテレポートしてキャリーするという形だったんですが、今回は逆にユタポン選手がボットから試合全体をキャリーしていくという形になってましたね。うまく。さあ、まだまだ終わりません。 BO5 第、次が4試合目になりますか。